はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、では前回セリカの方が一途段落したので、ちょっとアルムで進んでいきましょう。とりあえず上に行って、まあ、こいつらはサクッと倒したいけど、なんか始まったね。また崖が崩れて、今度は通れるようになってる。まあ、なんて幸運なのかしら。さあ、アルム、崩れないうちに急いで山を降りましょう。あら、どうかしまして？いや、なんだか出来すぎのような気がして不気味なんだ。まるで誰かの意志のような。ふーん、アルムは心配性ですわね。では、お先に失礼。なんだか嫌な予感がする。セリカ、君は無事でいるのかい？結局戦うんか普通に。まあ、こいつらはサクッとやっちゃいます。結局敵あっち現れんのかよ。セリカはもう動かせないよね。いないもん、セリカ。じゃあ次はこいつらか。マグナム、リゲルの滝の戦い。マップ配置は見ておこう。上にいるね。銀貨の大袋を持っている。ん、具体的にはこっちになんで2人いるんだ。左にはいない。ちょっと待って、あ、ここに敵がいるけど、どうするこの2人。ジーク、ジークじゃなくてどうしようかな。飛んでるやつらを2人配置して速攻で戻そう。エフィと、あれ飛んでるやつって2人いたっけ。飛んでったぞ、ジークが。いるよね、クレアで。こいつらもう速攻で飛んでこう、合流しよう。まずはこう下に逃げる。負ける気がしませんわ。で、右の部隊から倒していくか。そうするとやっぱりマチルダを前に出そう。で、トルカも前に出すか。任せてくれ。で、後ろから弓で攻撃をすると。よし、行こう。よし、いつでも来い。上から突っ込まれるとちょっと怖いな。でも、おっと、まだこれになってたか、そういえば。まあ、敵からの攻撃はこれでもいいかもしれないけどね。最近はちょっと時間がかかるんで味気ない気はするけど。あれ。ちょっとやつらが来るな。いやー、やはりジークはこっちに置くか。そうだね、マチルダ一人でなんとかなるか。いや、弓の援護は入れておこう。ハンターボレーで倒せるか。あ、そうだそうだそうだ。結局変えてなかった。AG ユニットと。誇りにかけて。で、ルカーは左に持ってくか。じゃあ、なるべくちょっと壁を作らないとな。うわ、下から回り込んでくるね。完全に安全な位置にいよう。で、こいつらは少しでも早く合流をする。いや、2人じゃさすがにさ、大部隊相手にするのは無理でしょう。
攻防力4しかないからな。20くらう。あとは弓の連打を耐えられるかどうか。ジークはな、こいつも魔法防御少ないからな。18か、いくつだ、2か。まあ大丈夫だな。で次マチルダとロビンで攻撃すれば倒せると思ったけど、クリティカルが出たから倒せるね。普通にマチルダ左に派遣しよう。もうやっぱりボーナイトがね、おお、いい位置から攻撃してくる。そして森に隠れられたか。さすがにゴールドナイト早いね。こいつらはまた厄介だな。100% だからとりあえず倒せるね。これで終わりだ。よし、やったぞ。でマチルダを左に派遣しよう。リカバーで回復をしておいて、ありがとう。リブロを持ってんのかこいつか。ルカでこいつが狙えるけど、ちょっとまずは普通に倒すか。おっさんだね。リゲル王国軍、リゲル帝国軍か。でそこから魔戦士を派遣と。これをよくかわした。見事な腕前だな。でここからリブロをかけるか。下がろう。下がってリブロをかけよう。で森にいるのはさすがに厄介だからね。ちょっと待って、ガードしてあげないと。うわマジか。これどんだけこいつら広いんだよ。よしよしよし、すげえところ飛んでるよな。4か。バカめ出てきよって。しかし強い、まあ、ガーゴイルはね全然雑魚だからいいんだけど、上のやつらが攻めてこないね。まあそれはそれで助かるか。減らしておこう弓部隊を。かわされた。ジーク、ま、会話ができるけど会話をしている暇はない。ここで終わるわけにはいかない。よくさこんな階段のところで馬を引き連れて戦えるよな。ルカもね機動力が遅いからちょっと倒せるときに倒しておきたい。なかなか楽しめました。街にはねいいんだけど。リブローで回復させましょう。レオユ、ちょっと届かないか。イリュージョンしかない。左に行こう。こいつすげえめんどくせえな。グレイはまだいけるかな。ジーク、やはりマチルダを最前線に出そう。ああ任せてくれ。まあトークができるからトークしとくか。ここは食らわないしね。ジーク、ティータ、どうした。
か、どこか遠くを見ている気がして。ああ、そうだな。こうして戦っていると、不意に見たことのない景色が見えることがある。どうやら過去の私も戦いに明け暮れていたらしい。あ、すまない、ティータ、この話はやめにしよう。で、聖女の周りにいればとりあえずはヒットポイント回復してくれるから、ガーゴイル部隊がこっちに来るね。クレア全然大丈夫だね。エフィも大丈夫でしょう。何カオスターデータ、むしろあの距離をよく当てられるような感じだからな。来た、おお、5。サウニオンはちょっと反撃不可能だからな。確実に狙ってくるね。よし、マチルダ突っ込みたいけどちょっと待つか。この勝利をお前に捧げよう。全員でなだれ込める位置がいいんだけど、まあ、まずはここのガーゴイルを排除するか。倒せるやつから倒す。なんか微妙に食らわないところにいけるな。ここ食らわないで、リブローで回復させよう。ありがとうな。でロビンはこうやって回復していこう。アルムな、なんかこうセリカと比べるとちょっとな弱い感じがするんだよね。ちょっと魔導グループは攻撃を食らう位置には行きたくないからね。来た、この超ずるいよな。ロビン狙いか。しかしロビンの力を甘く見たな。120、厄介だ。グレイとかもう2歩進むか。あれ、こいつってさ動いてこないの？全然射程距離が短いんだけど。あ、ここに川があるからか。なるほど。え、川って一歩ずつしか動けないとか、ちょっとわからんから、とりあえずこの魔女を倒そう。私に勝てると思ったか。え、こいつの射程範囲は超短いわ。やっぱり川は相当あれなんだな、移動力が制限されるんだな。その間にロビンでこの魔導士部隊をぶっ倒していこう。どっからマナの草を手に入れたんだ。で、こちょっと減りつつあるから、こう聖女の周りにいよう。よし、ダウンはこれでいいかな。こいつらがなワープしてくるのがちょっとめんどくさいよな。ロビン狙うのはちょっと危険。返り討ちにはできるけどさ、ワンサカ来るね。4回食らったらまずいな。あと2回は耐えられる。よしよしよし、
1体ずつ確実に倒そう。ハンターボレーでも無理か。まずはティータで、リブロをかけると。こいつリブロしかないの、そういえば。クリティカル率はかなり高いからな。期待はできる。よし、 OK。 ほんと大活躍だよな。盾も持ってんのか。さらにマチルダを少し前に出して、でマチルダも本当は回復させたいんだけど、遠距離回復できるやつがいないからな。時間はかかるけどしょうがない。一体一体確実に倒していこう。これで終わりだ。俺だってできるんだよ。弓部隊は2人か。私も負けられないな。マッチルダここまでいけるけどちょっと無理か。エルフィーがこことかにいて全然ダメだ。硬い。アルクバリスタ、まあ、反撃は受けないからちょっとずつ減らすか。クリティカルが出てもね。9。おお、ちょっとマッチルダも行くか。ジークも行こう。硬いやつらは行って大丈夫だと思うんだよね。こいつも前線に出そう。魔法部隊はねさすがに危険だからリカバーで回復しておこう。少しでも。ありがとう。こっちの部隊はねロビンがエースだよな。手やりか。無駄無駄無駄。ずるいよね。橋が崩れてるところを手やりって。そして来る。完全にロビン狙われてるな。しかし返り討ちにする。やはりこっちに来るか。いくつ？いくつ食らった？見えないんだけど。そんなに食らってないよね。でもほらどうよ。サウニオン射程は長いんだよ。ほんとめんどくせえなこいつは。ではではでは、なだれ込みますか。まずはちょっと硬すぎるからな。これでも食らえ。俺だってできるんだよ。さすがいけるね。うおちょっと待って、アルム弓だと2しか当たんないのかよ。どうする。サウニオンって弓兵はそこそこ減らせられるのか。よし、ナイスクリティカル。そんなにクリティカル率が高いわけじゃないんだけどな。相手倒せなかった。そして本当に倒せなかった。マチルダを前に出すか。先にクリティカルを出してもらいたかったけど。弓兵を倒そう。おしまいだ。調子が良さそうだな。よし、でなかなかいい勝負だな。怖っ、かわされた。ここ何パーセント ?20% か。ルカじゃどうにもならんしな。アルムとか。これアルム奥義。これ使ってみようかな。ちょっとすっげえヒットポイント変な。回復させれば大丈夫か。見てみよう。
専用のエフェクトが入ったね。これで大丈夫でしょう。よし、でアルムを回復させよう。だいぶ減ってしまったかな。ありがとう。ここも大丈夫だね。完全に魔法部隊はさ、もう回復役だよな。届かない。トリカバーでティータを回復しよう。やばいやばいやばい、ルカがやばい。行って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 、弓で反撃可能だけどかわされた。どうだこれは。まずあの召喚してくるやつを早急にぶっ倒そう。いけるか。全然いけないわよ。マチルダも無理だな。のなだれ込めない。この勝利をお前に捧げよう。射程2とかな、ないからな。王家の剣で普通に倒しますか。見事な腕前だな。いけねえし。ロビンとかマジでいけないんだけど、そもそも。アルクバリスタ、何こいつ。ヘステとか言って顔が違うんだけど。反撃はしてくる、してこない。おーりゃ、かわされた。はい、いつでも行けるぞ。マジかよ。ちょっと待って、マジで進めないんだけど。ワープさせるか。ワープってどうやって使うんだっけ。これだよね。隣にいるやつじゃないとダメか。リブロでじゃあ行けるやつを。ちょっとマチルダ減りつつあるからな。今の前線はちょっとマチルダに支えてもらうしかない。でワープでこいつをここか送り込むしかないよもう。一応動けんだその後。すげえな。倒そう、確実に倒そう。 67% はちょっと怖い。 82% まで上げてかわされる可能性を少しでも減らす。どうして私は何も悪くないわ。それが戦争なんだ、悪く思うなよ。アンブロシア、すごい。じゃああとは大丈夫かな。マジか、この川って。我が忠義にかけてここは倒産。目障りだ。あの魔法くんがななんかやだな。倒しておこう。ハンターボレーで確実に倒す。オッケー。行くぜ。俺だってできるんだよ。さて残るはマグナムだけだな。サウニオン全然減らん。ダメだ、普通にマチルダで倒すか。これ何？あ、必ず後手になるけど強力な一撃って言ってもね、微妙だな。手加減を使うまでもない。普通に攻撃して誰かにとどめを刺してもらうか。アルムの弓とかどうなの ?1 とか。じゃあ1回サウニオンぶつけて。いや
すぎだろ。キンキンってやってさ死んでいくのかねこいつ。突き刺さったんだけど最後。この私を倒すとは褒めてやろう。レベルアップ10レベルか。おいいねいいねいいね。魔法防御が上がったよ珍しい。で金を手に入れたと。相変わらずの山賊ぶりだな。リゲルの地に来ていい勝利だったね。山賊行為を働いている。あれ奥義を習得し使用しました的な感じか。よし OK。 これなんかさ橋みたいになってない。まあいいんだけど、というところでじゃあ今回はこれで終了して、また次回はアルムを進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。